はい、皆さんこんにちは、アンジーです。今お風呂に向かってるとこなんですが、これ12号線ですね。東から西に向かって、直進している絵です。はい、この後北1条西21丁目ですね、これを右に北の方に曲がりまして、続き進むとここが突き当たります。突き当たったらこれを左に行くと、ほらほら見えた境湯でーす。よし、いや、ということで始まりましたけども、早速ね、ちょっと強風のためすごいめくれてるけど境湯さんというところから始めていきましょう。はい、映画すごい、映画イエティにもこれちゃんと、もちろんですよ、うん、いいですね。はい、ということで、じゃあもう紹介スタンプもらいに行きたいと思うんだけど、うん、ジャスティスケン君から、うんうん、心得というか心得、うん、サウナの、おう無理すんな、出たい時に出ろみたいな感じで軽めだこんな感じでいいと思う、まあ、一応参考までにジャスティス君は大体どういう感じで入るの？8分から10分、うん、サウナに入って水風呂、これ30秒から1分半、外気浴8分から10分、これを3セット、まあ、場所によっては1セットでもうあーっていう、あここもあるよ、ここもある、まあ、でも3セットはとりあえずやってほしいな、うん、5分なら5分でも出ちゃえっていうね、うん、そこはね、うん、心得た、心得た、まあ、いきなり水風呂っつっても多分冷たさが優先しちゃうと思うんです。そう、心臓がびっくりしちゃうからね。でしょ、だから無理しないでサウナ入った水風呂、あちょっときついわまだってなったら、そのままちょっと外で一旦クールダウンさせて、でまたサウナに入って、であらかた結構もうほてったわってなったら水風呂行ける可能性が増すので、はい、あとオケでその水をバーってやって外気浴でも別にそんな浸からなくて、ちょっとかける、まあ本当はね、こうちゃんとこう首からここぐらいまでも使ってほしいけど、かけるでもあり、全然あり、まあ、ただここさんの水風呂はだいぶ冷たいから、ね、そうだね、ちょっととはいデビュー戦にしてはだいぶよ、なかなかの敵サウナも熱いし、うん、水風呂も冷たいから結構差があるところ、コテンパにやられちゃう可能性あるかも。じゃあそんな感じでいきましょう。はいはい、レディゴー、レディゴー、あっ待ってよ、それではこちら境湯さんの店長さんでいらっしゃいます品田さんにちょっとお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。この境湯さん、はいはい、もう創業、これはね、約60年、そんなにすごいですね。ここが元、昔が中央市場場外っていう、いろいろこう店が、はい、今は蟹屋さんとかが多い、その時の何分と一緒にここはできたんですよ。場所もここなんですか？結構ありますか？お店の方とかも結構。昔は家にお風呂がなかったとかあったから、はい、結構ここで働いてる人たちが来
したんだけど、はい、今は皆さんお風呂があるので、はい、いろんなところ南区だとか東区だとか、はい、いろんなところが来てくれてます、ね、愛されてる。でそれ俺が愛されてるこの坂湯さんの一番のポイント、ここおすすめだというここ結構サウナがちょっと温度普通のサウナより高めなんですけど、はい、それに伴って水風呂あるじゃないですか、はい、あれは地下水を利用してるんです、はい、だから1年を通して大体同じようなものの、はい、大体15度ぐらいだと思うんだけど、はい、それが冬場でも夏場でも同じようなキープされている状態で、はあ、ただ結構皆さん喜んでもらえるのはサウナの後に体を冷やしてる、はい、結構うち低めだから、はい、このサウナでさ、気持ちって言ってくれるお客さんは多いですね。自分サウナすごい好きなんで、そうなんです。自分ちょうど15度水風呂15度好きなんですよだからもうバッチしてで出たんです。サウナも、うん、男性が確か95ですよね、うん、で女性が93で、うん、設定して、まあ多少やっぱり人の入り具合とかで、ね、うん、上下はするんですけど、はい、だいたい設定忘れてる。自分サウナも90度台大好きなんで、ここはもう個人的にもバッチリでございます。では聞いてありがとうございます。はい、ということで、はい、よし、よっしゃ。いや気持ちよかった。いやよかったです ね、 ねやっぱ暑いね、ここパンチ効いてる。初回これっていうのは結構な、うん、さあ、あんちゃん、はい、どうでしたか。まず1回目入ったんですけど、サウナに、サウナ、うん、意外といけるんじゃないかなって最初思ったんですよね、うん、意外と5分以上いけんじゃないかなって思ったけど、うん、2、3分経ってあ、やばいなこれって体感時間遅いよね、意外とやばいなってなってから2、3分だから、まあ5、6分頑張ってみたんですけど、お頑張りました。無理ってなって出て、汗を流してから水風呂に入ってくださいって書いてあったから、はい、汗流そうとする水風呂をこうザバって、うん、ザバってやるじゃないですか、うん、心臓がハーってなってて結構思い切ったね。そしてあ、無理ってなって入れんとなったので、冷ためのシャワーを浴びるという戦法で、全然全然ちょっとでちょっと休んで、もう一回行ってみよう、もう一回行ったらちょっと5分持たなかった5分持たなかったけど、たぶんその、なんだろうね、いっぱいいっぱいになってた1回目のこう余韻がある中で入っちゃったのか、5分持たず無理ってなって出て、でもそしたらその時はジャバはいくらでも行けたんです。入れはしなかったけど、水風呂ジャバジャバは、そうそうそう、慣れたんだ。今回はサウナには入りました。はい、水風呂は入りませんでした。はい、そういうことです。初回いや、こんなもんでしょう。あ、こんなもんで、ね、全然いい。むしろこれにね、いくらかけても大丈夫だったぐらいまでいけただけで、うん、皮膚は順応してて、ね、うん、気持ちよさは感じます、ね、その水風呂の入ってないけど水浴びた気持ちよさは感じたから、うん、いや、こっからですよ。こっからです。こっからスタート。まぁ、あ、ちょっと強敵だったから言うてだって強いんだから。女性のサウナ90度台って結構都会から結構きついと思う、ね、結構町銭湯だったらその女性の方は温度下げたりっていうところは結構あるんだ。だいたい80度台っていうのが男性の方が高いっていうのは結構そういうとこ多いけど、うん、あんまりここはね容赦ない感じは。水風呂もすごい冷たいんだよね。もうガバッと言っちゃったらそりゃそりゃなりますよそりゃね、やるなっていう感じで、いきなりこれが冷たいもんだからさ、うん、その近くのシャワーから出したから出した、うん、前回の人がキンキンにしてて冷たいいや、そのそれあるよね、たまに、サウナ出た最寄りのシャワー危ないよ、マイケル・マイケルジャクソンみたいな声出すの出ちゃうんですね。出ちゃうんですね。そっからの次、ポーが出てる。ポーはもう、もう。そこまでやってみるか。ポー、ポー、ポー。
後にね晴れて間違いなくデビュー戦の境、はい、結構あるな。こう見るとね、こう見ると結構、こう見ると結構あるんだよな。いますね。俺が埋まった頃にもね、ポンって出てくる。いやーそんな感じで方々に行こう。方々。いやー温まるな。温まるなこれは。心が。Thank you.